声がこっちよくて今日も寝落ちしました。いや全然もうね、そのね、心地いい声って思ってくれるのが嬉しい、嬉しいから謝んないで、ありがとう、謝んないで。声が本当にタイプ、癒される、大好き。みんな声大好きって言われた、嬉しい。ちょっと声大好きとか言われるとなんかブリッコになっちゃうよ。ちょっと待って、うん、どうやって喋ってたんだっけ。待って、ブリッコしちゃう。待って、普通に喋っていいのにブリッコしちゃうよ。声癖になるよね。え、コーネの声って癖になる？嬉しいなぁ、嬉しい。コーネの配信はいつも楽しいし、たくさんの話題をくれる。何より声が心地よくてたくさん癒される。うえ、嬉しい。いや、ほんとコーネさ、自分の声に自信なかったからさ。あこさんのゴリゴリのブリッコ気になる。え、うん。いやでもね、結構ね、初期の頃の配信見てもらえると分かると思うんだけど、いや本当にブリッコ、いやブリッコっていうか、ブリッコもしてたよね、初期の頃はね。いいな、おはよう、いっぱい寝ちゃったみたいな。やだ。待って、やだ、恥ずかしいからやめて。今のその声の方が好き。嬉しい、ありがとう。結構こうね、低いからね、声。なんか高い方、高くすると可愛い、可愛いっていう思いがあったからさ、思いがあったので、結構低いでな。はーちゃまとかさ、ペコちゃんとかさ、とか、あと誰だ？誰だろう。あ、低くはない。まあでも高い、まあそうだ、比べてる子の声が高いからかな。あ、そう、いろはちゃんとかね。うんうん。いろはちゃんとか、あ、ふぶちゃんも高いね、ふぶちゃんも。あ、小よりも高いかもね。他の人は見なきゃわかんない。ほんとに？ゲームとかしてるときのコロさんの声も好きだけど、普段の落ち着いた感じの声も好き。いや、ほんとにね、ゲームしてるときはさ、なんか張り切っちゃうんだよね。だからうるさいなーって。いや、自分でもね、ちょっとアーカイブとか見ててうるせえと思うんだよ、ほんとに。いや、なんかさ、ここで一番イラついたのがさ、なんだっけ、スターウォーズのさ、ダース・ベイダーが出てくるところ、もう一回見たいと思ってさ、自分のアーカイブを見たんさね。そしたら、えぇーとか言ってて、うるせえ、ゲーム音聞こえねえだろって思った。あー、これ、なんか、リスナーさんの気持ちいいと思って。うるせえ、わめくんじゃねえって思ったわね、自分に対して。ダース・ベイダーが出てくるだろ、黙っとけみたいなさ。いや、なんかね、思った、もっとさ、ゲームの音大きくてもよかったなって思った。思ったな、そう、ちょっとアーカイブ見て。でもみんなはあれぐらいがちょうどいいの、そう。あれなのかな、言えなかった、コーネが気づかなかっただけで、ね、もうちょっと大きい方がよかった？ Thank you guys! I love you!